村田茂春4月9日から1942年10月26日は日本の海軍軍人海兵58機南太平洋海戦で米空母ホーネット攻撃後に戦死した二階級特進により最終階級は海軍大佐1909年4月9日長崎県南高木郡島原村新馬場に七円の次男として生まれる村田家は族で 祖父、茂太郎は母親の役に兵士として参加している。茂春の幼少時代は、成績は小学校、中学校ともに優秀だが、控えめで口数も少なくどちらかというと目立たなかったが、相撲と剣道は強かった。中学時代のあだ名は、ガジであり、当時の旧友によれば、決してガジガジの性格から来たものではなく、背が低くて、がっしりしていたので、その感じから自然と、 ガジというあだ名がついたものと思うという、旧姓長崎県立島原中学校を経て、1926年11月、海軍兵学校58期に入校。同期に、江草隆重、奥宮正武、中島忠だら、兵学校では、ブツというあだ名をつけられている。由来には、諸説あり、いつもブーツを履いているから、ブツすなわち、男性の一仏が異常に大きいから、 仏のような人柄だったから、などがある。村田は、ラムネのラッパのみと水泳を得意としていた。1930年11月海軍兵学校、卒業。1932年4月、海軍少尉任官。1933年11月、霞ヶ浦海軍航空隊の飛行学生を拝命。海軍中尉任官。1934年7月飛行学生卒業。 立山海軍航空隊付1935年10月、空母、加賀乗組実家で演壇があり、十枚の八内貞子と結婚、長女、春子の眠る横で、自慢の電気蓄音機で大好きなボレロなどの、ポピュラー音楽を聴いていたという、1936年10月、霞ヶ浦海軍航空隊教官、教官時代の教え子に、原田かなめがいる、 村田は原田に対して、素直な気持ちが一番大事と指導したという、12月、海軍隊員貧困、パナイ号事件で96艦航の爆撃を受け沈没する、パナイ号詳細は、パナイ号事件を、参照1937年7月、シナ事変勃発、同年12月1日、13空軍隊長として、上海の広大基地に着任、さらに上州に進出した。 12月12日、村田は同期の奥宮正武と共に出撃し、パナイ号事件を起こした。村田の操縦する96式艦上攻撃機と、両機で高度2500メートルからの水平爆撃の直撃弾でパナイ号を撃沈した。その時村田は攻撃したのは中国戦と思っていたが、後に米艦であることが分かった。日本側はアメリカ側に誠意を示して陳謝したが、 攻撃した村田には、おとがめはなかった。1938年3月、第二連合航空隊の十二空の分隊長に、着任、観光攻撃に参加した。12月、空母、赤木分隊長。1939年6月、大分海軍航空隊分隊長。10月15日、横須賀海軍航空隊の海軍練習航空隊、特殊科高等学生を拝命。 先週は、大撃科目、新珠湾攻撃で、日本軍機の攻撃を受け炎上する、ウエストバージニア南太平洋海戦で、日本軍機の攻撃を受け沈没寸前で放棄された、ホーネット1940年11月15日、横須賀海軍航空隊分隊長研究官に着任、1海回面での魚雷発射の実験研究を担当した、魚雷の発射実験では、 震度12メートル以内に成功。1941年8月25日、空母、流城飛行隊長。9月27日、臨時、空母、赤木飛行隊長、見分隊長。第一航空艦隊航空3防元。多実中佐立っての希望で、来撃の専門家として村田が、新珠湾攻撃のために移動することになった。赤木機艦長のソリホヨシフミ大佐によれば、 村田は修氏紳士加官らも訓練をやり、攻撃隊総隊長の淵田光雄中佐も、軍機中の軍機である。真珠湾攻撃をこの男にだけは明かしていただきたいと、上司に願い出たという、10月15日、海軍少佐任間、11月、空母、赤城飛行隊長。詳細は、真珠湾攻撃を、参照1941年12月8日、真珠湾攻撃に参加。 太平洋戦争勃発、艦爆隊に先を越されるが、村田の観光隊は、戦艦ウエストバージニア、戦艦オクラホマなどを攻撃している。その後も、ナグモ機動部隊は、正論沖機戦などで連戦連勝を続けた。詳細は、ミッドウェイ海戦を参照1942年6月5日、ミッドウェイ海戦に参加。日本は、 作的ミスやナグモ司令部の戦況判断ミスが重なった結果、主力空母4隻を失って敗北する。村田は大破炎上する空母赤城から辛くも生還。7月、ミッドウェー海戦で壊滅した第一航空艦隊の後継部隊としての第3艦隊編成に伴い、空母昇格飛行隊長に着任。詳細は第2次ソロモン海戦を 参照1942年8月24日、第二次ソロモン海戦に参加。しかし、出番のなかった97式艦上攻撃機を指揮する。村田は、第二航空戦隊の奥宮正岳航空参謀に、艦爆ばかり出したから、せっかくやっつけた空母を逃がしたねと皮肉を述べている。詳細は、南太平洋海戦を、参照1942年10月26日、 南太平洋海戦に参加、第一次攻撃隊を指揮して、米空母、ホーネ島、肉迫雷撃後に蒸気が、被弾炎上、そのまま同艦に突入し自爆。その様子は、鈴木武を、長祖壁明注意によって報告され、1943年1月、山本56連合艦隊司令長官の名で、彼の戦士と主君が、全軍に布告された。3月、 南太平洋海戦当時の第三艦隊司令長官で佐世保鎮呪府司令長官に移動していた名雲忠和中将が村田の聖火を弔問に訪れた死後二階級特進で海軍大佐に昇進 AB 昭和19年2月10日海軍事令広報第1318号 P37 アジア歴史資料センター FC130 億7209万5700、山本定一郎、海軍魂光人一社、山本定一郎、海軍魂光人一社、原田要、我が誇りの霊仙桜の花出版 P135、証言真珠湾攻撃光つ一社244ページ、海軍講八88ページ、 奥宮正武団 ISBN4769802560、ISBN4769821298、ありがとうございます。